エオマイア化石のレプリカ。アメリカ自然史博物館にて。エオマイアは、中世代前期白亜紀バレミアン期に生息した最初期の魔獣類とされる絶滅哺乳類。現在のすべての有体版哺乳類の祖先、あるいは祖先に禁煙な種である。学名は、霊明期の母を意味し、中国名は、始祖獣である。化石は、中国領内省の義健層から出土した。 体長10センチメートルのほぼ完璧な姿の化石で見つかり、推定体重は20から25グラム。1億2500万年前の化石にしては保存状態が良い。頭蓋骨は平らに潰れているが、早小さな足の骨、軟骨や毛皮までもが確認できる。古生物学者、アンワイルによるとエオマヤは有体盤哺乳類ではない。豚、馬、猫、犬、ネズミ。 うさぎ、ゴリラ、チンパンジーそして人を含むすべての有胎盤、哺乳類の祖先にあたる初期の原始的な代表である。その細い伝部は幸運で子孫を残すがその子の発達は未熟であることを示す。このことはよく発達した胎盤がないことを強く示唆する。ネイチャーに発表された記事によると、上地骨が存在している。この骨は、魔獣類には通常ないが初期では、 完全に知られていないわけではない。そして有体類や炭鉱類、哺乳類ではない獣弓類の特徴でもある。エオマイアが真珠類であったことは確かなようである。死祖魔獣類の典型的な四式5.1、5.3、4.1、5.3を持つ。上の摂取が5体、下の摂取が4体そして5体の昇級子、これは原生の魔獣類の典型ではない。 今の哺乳類は上下に3体の摂氏と4体の小球子である。すべての主な中生代の哺乳類の分岐群と主要な白亜紀の魔獣類のトガから268の特徴を比較したところ、エオマイアはムルトイレステスト、プロケンナレステストともに魔獣類の系統樹の根元に位置すると主張されている。これら3つの分類群は明らかに原生の有体類よりも 原生の魔獣類に近い。私立の他、手首や足首の特徴によってエオマイアは魔獣類に位置づけられる。この化石には、毛の痕跡すらも見られる。これの発見以前の毛の化石の最高記録は6000万年、前で、エオマイアはそこからさらに6500万年遡る。これは、以前の哺乳類が無毛でなかったということを示唆する。骨格からの推定ではおそらく体毛は、 前期三畳期加工期ペルム期の非哺乳類組成の段階で出現したという。毛皮は滅多に化石にならず、両霊のエオマヤの化石の驚くべき質は非常に珍しい。次に線に、ありがとうございます。